2週間経ちました。2週間後の僕です。こんにちは。どうですか。ちょっと怪我っぽいことになって、3日あたりはちょっと足が痛くて大丈夫かな、結構本格的に肉離れだなってなったんですけど、2週間経って、まあ、全然普通に生活もできるし、トレーニングもちょっとやってきたんですけど、まあそこそこできるかなっていうところで、走ると全速力出すとまずいかなっていう状況でございますが、肉離れ、多分ね、肉離れではないのかもしれない。強めの筋膜炎ってことですかね、感じかな。まあでもそんな大ごとにはなってないので、シーズンの入りは遅れるとは思うんですけど、そうですね、まあ、今年中には走れるかなと思います。僕も本当怪我と体調だけは本当に気をつけてほしいって、岡田さんと結構コンタクト取りながら練習はしてたので、これは致し方ないところだったのかな。おいくつですか。28、もうそろそろ29になります。29歳。僕の28と久保さんの28って全然違うんですよね。僕は継続できてる28と、練習の量が少ない久保さんのはちょっとまだ近かったので、スピードは出てくるようにはなったのかなっていう。そうですね、まだ体がついてこなかったぐらいなんで、まあいい意味で捉えていきたいです。早かったもんね、あの時ね。良かったとも思えるし、悔しいとも思えるし、ね、そうだね、良かった分ちょっとあれだったんですけど、ということなので、保険がやりに行きましょう。じゃあ、この勝負も一回とりあえず、もうこうなったら。もうあの、一攫千金。ダッシュで行こうぜ。勝った。勝ったね。今回は何てやつですか。フュージョンアーツ。コメントね、2、3件ぐらいあったよ。コケが好きだからありがたいみたいな。ストスコルも。現在の一攫千金パック。一攫千金パック。熊当たりがなんと。ミュー。1万8000円から。ちなみにこれ1箱 ?4000 何本とか。900円ぐらいですよね。900円。じゃあ今日は久保さんからいきましょうか。そうだね。はい、前回僕先行いただいたんで。行く量。で、あ、ラッティウスだ。かわいい。なぁ、オーダイル、オーダイル、ドキッとして今ドキッとした。おぉ、RR だね、多分 RR か。RR ゲノセクト、 RR か、 RRR クボリス。ブチギレじゃん、やべぇ。嘘でしょ、うん、すげえ、マジでかっこいい、これは。そうですね、アイダフリアンイルミタルって書いてある。 V シャンデラ RR、 おー、 RRR、 おパルソン。知らんのよこいつを。グランブル、あーもう呪いにかかってるよ、ね、呪いにかかってる、画質よ、分厚。シャーキーン、シャーキーン。いやすごい、僕のターンの次はダッシュで行こうぜ。前回ね、僕4号当ててるから。いやそれな、え、店員さんに言われました、すごいの当たるのいいですねって言われました。え、言われなかった。ああ、じゃあ当たんねえ。もう僕はもう、僕あれですもん、演出そう、もう完全に演出入ったから僕の場合。今日もね、大人の遊びしてきます。あ、行くぞ。僕も当たった時を見せるタイプですよ。これでミュウ当たったら普通に破ろう。やぶる。一人目のキラキラ、あ、ラティアス、ハガネイル、揃ったじゃん。笑い方がマジでいいキャラ、うん、何このやる気のないできてる、マジで。え、それいっちゃん可愛い、クソワンコ、マジで初めて見るんだよこんなポケモン。知ってる、知らないよね。めちゃめちゃ強そうな面してる。うん、なかなか当たらないですね皆さん。静かなまま終わる時もあるからね。いや、そういうもんです。30位です。あ、本当だ。
ちょっと待ってね。もう半分終わるんだけど大丈夫かな。頑張れるよ。まだ参る？まだ参る。いやでも過密で本当羨ましい。いやでも12位だもん。決勝いけないからか。準決勝2組の中でもちょっと微妙なところだ、ね。微妙なところ？昨日セクト800円ぐらいですね。なんか微妙なやつが SR だけど。ハズレ箱みたいなのもあるのかな。息切れしてきた。シャンデラー違うんだ。やばいこれみんなどうする。いやまだわかんない。追い込まれたよ。これ全部一気に見ます。はい、僕の前でね小さい学生がね10パック買ってたんですよ。これをザーコメと思いながらこれが大人の力だって言って30パック買ってたんですけど負けだよね。行くよみんな。絵が可愛い。お進化を並べるなお前な。なあ。ドキッとした今。RRR でいくら？RRR 100から400。くそ。100から400円でしょ皆さん。ちゃうなもう。まだ参る。まだ待ってくれ。頼む。諦めんな。まだ。まだだ。いけ。なんだこれ。ふう。R R。盛るよ。いやだ。盛るよ。最後来い。バックシ。ミュウで勝ったと思ったのに。残念だったな。小林さん圧勝。圧勝です。おめでとうございました。こいつがどう化けるか。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、こっちだ。OK。打ってきた。いくらだった？1170円。うわ。あ、うっそ。ってことはさ、僕500円ぐらいだ。でもちょっと開け方が雑すぎてハードがちょっと傷ついてたらしくて、ちょっと下がっ。ちゃった。3000円で楽しませていただきましたよっていうところで、また行きましょう。うん、来月の勝負へ持ち越しです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。